じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。国家試験ね、1週間前のね、緊迫感あふれてない皆さんと、お送りしていくわけですけれども、皆さんね、これから医学部入る人たちとかね、受験生、また高校生、中学生の人なんですけども、医学部受験と医師国家試験、やっぱね、どっちが大変なのかなってね、思うわけですよ。で、やっぱりまあ当たり前ですけど、地下大は、ね、他のところに比べたらそんな厳しくないと思うんですけど、私立以外とかって進級も結構厳しいじゃないですか。結構虐殺されたりとかね、まあ、しかも虐殺されてもすげえ金かかりますから、ね、かなり負担が違うと思うんですけども、実際今ね、ちょうど1週間前だと思うんですけど、ちょっと6年前思い出してもらってですね、医学部受験の直前の時と今、どっちが大変だったか、自分的に辛いかっていうのをちょっと聞いてみようと思うんですけども、左手が医師国家試験で、右手が医学部受験で、行ってみましょうかね。じゃあ行きます、せーの、はい、お、面白い。ほら、結構わかる。そりゃそう。医師国家試験ですよ。左手、あ、ごめんです。医師国家試験が3人、医学部受験が1人。おお、面白いですね。はい、じゃあ理由をどうぞ。一教科しかないっていうところが、なんか僕的には結構飽きちゃう性格なんで。あ、確かにね。数学とかやってるのが結構息抜きになってたところもあったんで、ちょっと今のもう同じことをずっとやってるっていうのは一番嫌だったなっていう。ぶっちゃけ暴力的な暗記ですからね。そうなんですよね。一番苦手だった。ずっとセンター社会やらされてるみたいな。そう。結構ね、数学とかってまあゲーム性があったりとか、あとは時間かなりきつかったりして、そこでどうやりくりするかみたいな、なんか時間の問題じゃないもんね、これね。考えても分かんないしみたいな。そこはちょっとそうかもしれないですね。僕、大学受験の時は結構基礎ばっかやってたんで、案外大変じゃなかったなと思いましたね。今は結構応用力が求められているというか、そういうところが多いので。具体的にはどういうところですか？大学受験の数学とか物理は本当に基礎的なことばっかやって、他の人とか予備校の人とかは応用的な東大の問題解いたりとかやってたんですけれども、僕簡単な問題を基本的に繰り返し解いていくタイプだったので、そういう意味では結構楽な受験だったかなと思って。なるほど。これもうね、これでそんなで千葉大受かってんじゃねえよって感じで。炎上です。これは受けてんだよね。やばい、炎上です。千葉大受かれたっても受かんねえやつがいっぱい出てますからね。基礎の問題解いてたら千葉大受かるらしいですからね、皆さんね。あっ、されない。どうすか、ゆうことは。僕は全然受験の方が辛かったです。まあ今何もやってないですね。ちょうど楽しいですもん。受験の方が辛かったですか？受験はそうですね、僕も2年間浪人しました。あ、そっかそっかそっか。奇跡的にたまたま入らせていただいたので。奇跡的にたまたま。はい。あれ、前期講義ですか？僕は前期で。おお、けど奇跡とはいえすごいですよね、それはね。あ、なるほど、素晴らしいですね。どうですか？僕はその勉強の辛さ自体はどっちも同じぐらいなんですけど、その落ちた後のことを考えると、やっぱり就職先もなくなってしまうし、また1年この生活を続けるのかと思うと、ちょっとこっちの方が精神的には辛いです。確かにね。だから逆に3割しか受かんない試験と1割しか落ちない試験ってプレッシャー校舎の方が辛いっていうね。確かに。医学部受験だったら第一号落ちたってまあっていう感じじゃないですか。まあ第一号って大体落ちるよねみたいな、まあ滑り止めちゃんと引っかかっていければいいやみたいなね、そういう感じですけど、スイングないですからね。そうですね。滑り止まらないです。まあしかも浪人生活はやっぱりかなりね、合格率も落ちますし、当たり前だけど誰もね、周り友達もみんな上がっちゃって、全然私新しい友達たちと東京の予備校とかでやり始めたら、もう絶対遊ぶに決まってるじゃないですか。そんな真面目にってか、この内容で4月から真面目に勉強しようって絶対思わないじゃないですか。いや、ワンチャン普通にラスト半年でいけるっしょとか言って、で半年も過ぎみたいな、で大体また落ちちゃうんですよね。したくない。大体10%ぐらいずつ落ちてくるみたいですね。あ、今1浪生は合格率 80%、 2浪生は 70% みたいな、でどんどん落ちてって、もう実際あれですからね、国家試験会場って浪人生って別室らしいんですけど、そこ行くとマジで50歳ぐらいの人いるみたいですよ。でも本当にもう20年ぐらい受け続けてる。毎年一応を挨拶がてら受けてくるらしいんですよ。で、浮かばんとは思ってないんですよ。そう、いや本当にいるらしいですよ、市民亡霊みたいな亡霊たちが。だからまあそうならないでね、皆さんね。まあ普通にやってれば大丈夫だと思うんですけど、そのプレッシャー結構やばいですよね。あれ結構あれですか、上の学年って落ちてます？何人か。そうですね、10人ぐらいって顔も含めて10人。そうですね、大体。あ、結構落ちてるんですね。へ、ね、えー、何パー、92.何パーでしたっけ去年は。92
90% ぐらいですかね。あ、そうなの。良くなかった。一瞬は難しかった年だったんです。あ、そうなんですね。今年はどんぐらいになりそうですか。半端にしたいかな。間違いない。頑張ろう。おばさん励ます側じゃねえよ。揺らすんだよ。なるほど。やっぱアンダー用語たちにちゃんとメッセージをね、送らないといけないですね。けど、まあまあまあ、とは言ってもね、大体ね、落ちちゃうんですよね。だから、うちの学年も、だって誰も落ちると思ってる人が落ちたりとか、もう全然わけわかんないんですよ、本当に。だから、みたいな。で、そういう人たちって連絡つかなくなっちゃうんで、基本的に。まあ、当たり前では連絡取りたくないじゃないですか。だからちょっと消息不明になっちゃうんで、だから、え、あの人落ちたらしいよみたいな効果があるんですけど、まあ俺発表日スノボしてたんで、まあ、山頂で合格発表いましたからね。やべえ、電波ねえよって。それぐらい全然大丈夫だと思うんですけど、残りのね、時間が一番大事だと思うので、最後にね、短期記憶大事ですから、この試験だと。そう。やっぱ、ギリギリ見たなっていうのが、ね、結構効いてくるんで、最後頑張ってほしいなと思いますけど、やっぱじゃあ、受験よりも、歴史国家試験の方が大変って人が結構多いっていうのはね、意外だったんですけども、俺的にはやっぱり、受かるでしょって思っちゃうとこあったんで、まあまあまあ、ね、たくさん大学ってあるからね。たくさんあるし、たくさん生徒を送り出してきたんですけども、いやあいつよりは受かるだろうなみたいなね、例えばね、ちょっと〇〇医科大みたいな言ったね、自分の生徒とかを思い出すと、あいつが100時間でやっても俺100時間で勝てるっていうのもあったりとかして、結構頑張んなきゃいけないっていうね、もともとその受験の時にそこまでトレーニングしてない人たちって当たり前ですけど、今結構辛い思いしてると思うんで、だからそれ考えると、まあ千葉大ランクの、まあ一度難関乗り越えてれば、まあなんとかなるかなっては思ってたんですけど、だからまあなんとかなるんで頑張ってとりあえず、はいはい、じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、僕から質問があるんですけど、なんで医者になるのか、両方と胸に手を当てて、ちょっと答えてほしいんですけど、そうですね、僕はやっぱり人を助けたいと思ったんですけど、はい、その気持ちが強かったです。あっ、言葉忘れない。僕は結構結局早く手を動かしていろいろいろんなことを学びたいなと思ったんで、やりたいんですね。目の前に患者さんがいたらそれは助けたいと思うのが医学部生とは言うんじゃないですかね。何に小杉さんは、いやいや、まあやっぱ医者ってね、安定してるし、社会的な地位も結構高いじゃないですか。まあ、おかげさまでね、あのうちの塾に入ってくださってたくさんいらっしゃって、もうやっぱり人気な職業だと思うんですけど、それをね、直前で手放すもっていう人がいらっしゃるんですか。なってなりたかったですよ。一番長く一緒にいたから、やっぱり一緒の体力で医者になりたかったけど、お前はお前の夢をつかめばいいんじゃん。ありがとうございます。全然全然そういう感じ。メッセージを、先輩の話を聞くと、ラスト1週間ほとんど寝ないで勉強してギリ受かったって人がいるんで、ここから頑張れば受かると思います。わかりました。僕からのアドバイスとしては、一緒に医者やりたかったけどね、バイバイ。めちゃめちゃじゃない。今までありがとう。もう俺は結構いい選択だと思うけどね、正直に。まあほら、医者っていつでもやれるんですよ、簡単に言うと。まあいくつだっけ。僕が26です。もう26です。バブりすぎだね。え、もう26だ。26。あれ普通いくつ？僕は24です。4。25です。5。25です。まあそうだよね。2浪か。あ、そうです。2浪で。2浪してさらにね、もう留
の一飴っていうのが二浪一飴二浪一飴だけど一飴で終わるかわからないですけども、いやけど俺やっぱやりたいことやるっていうのはいいと思うんですよね。でやっぱりけど言えるのは医者になってからでもこうやりたいことは俺みたいにやれるっていうことですよね。だから別に俺の周りだとみんな知らないと思うけど、医者やりながらファッションデザインやってるし、医者やりながら不動産屋やってるやつもいるし、医者やりながらトレーダーやってるやつもいるし、あと医者やりながら漫画家やってる人もいるし、そう小説家もいるし、結構何でも掛け合わせられるっていうか、あとは今度うちの動画、まあ、先に出てるかもしれないですけども、医者系の俳優、坊主の伊藤英明のドラマやってるんですよ今、念仏を唱えないでください。ああ、なんか聞いた。あ、医者の今ちょうどドラマやってるじゃないですか。あれの麻酔科医、本物の医者なんです。そうで、この間連絡もらって今度編集して出るんですけど、医者系の俳優。でもその人とかはだから俳優本業で医者はバイトみたいな。だけどやっぱ周りの俳優さんはもう本当に食ってるのに精一杯、夜清掃のバイトしてみたいな。けどそいつは確かにビトのトレーナーみたいな。だから結構1年アメリカ行くのがいいと思うんだけど、研修終わってからあったら、まあ、バイトが自由にできるわけじゃないですか。そしたらもうそれは日給8万ぐらい保証されてるから、あ8万だぜ、すごいですね。ですね。だから週1働いてもサラリーマン、30万稼げるわけでしょ。だからそしたら収録別に好きなことできるっていうか、僕はプロの何かになれるレベルだから収録できたら。確かに。だからアメリカに来て何か見つけてきて、まあ、ビジネス持って帰ってきて医師免許だなってもいいと思うし、まあ、何でもいいと思うけど、俺はぜひ、うん、いや、本当で、いや、なんか、きっと、あるんじゃないかなと思ってるんですよね。要は、なんかこうね、いつも曲とのこと言ってるけど、そう。誰も言ってない、何か。で、何かがあるのかもしれないですけどね。まあ、金髪美女と、ね、お茶こうして帰ってみたいな。説もあるかもしれないですけども。来年の YouTube を。そうですね。みんなちょっと生存確認。ちょっと、日本でみんなが集まるんで。はい、寂しい。いやいや、テレビ電話で1年前の覚えてるいい思い出ですね。ぜひやりたいですね。はい、じゃあ陽馬先生ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。カメラの方にアメリカでの抱負を語っていただいて、英語で喋ろう。いや、わかんねえ。英語で喋れるようになりたいですね。はい、あ、なるほど。いや、いいことだと思います。